に、えー、どういうういいものののがが由来があるのかっててを調べてみました山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝することを趣旨としていると。で、山に関する特別な出来事などの明確な由来があるわけではないということなんですが、まあ、お盆直前ですのでね、年によってゴールデンウィークや、えー、またシルバーウィークのようなサマーウィークみたいにね、お休みが作れるかもしれませんね、今後。 まあでも、今年はオリンピックで睡眠不足の方が多いのではないでしょうか、あのオリンピック、本当に連日ね、ね今日も、まあ、未明って言ったら方がいいんでしょうか、もうメダルラッシュですね、柔道も金メダル、お家芸、うんぬんくんぬんと、ネット上でね、木村太郎さんがとか、坂上忍さんがうんぬんくんぬん言ってますけれども、まあ、でも本当にね、やっぱりメダル取ると、見てる方も、応援してる方も、テンション上がりますよね。 あの体操とかももちろんですし、水泳もそうですし、水泳もやりましたね、柔道、あと卓球、はまってしまいました、卓球のあのラリー、面白くて見入ってしまいますよね、日本選手の応援で寝不足の方、今日は休日ということもあって、たくさんの睡眠が取れたことでしょうね。<laughs> さあ、番組では皆さんからのメッセージお待ちしております、この山に関すること、えー、それから、えっ、ー、と、 まあオリンピックのことでもいいですしでえっ、ー、とお盆はどうするとかだって本土の方ではねえっ、ー、とお盆131415ですよね今回沖縄は151617なんですよそうだからお盆はどうなのかとかねいろいろと教えていただけたらなと思っております皆さんからのねたくさんのメッセージお待ちしておりますさて、えー、今日はリスナープレゼントないのかな えー、今日はですね、リスナープレゼントありますよ。昼ラジオを聞きの皆様へ、今週のプレゼントは、カフーリゾート、付着コンドホテル、ワインダイニング、ザ・オレンジ、ランチペア券、2組様となっております。東中への絶景とともに、沖縄食材をふんだんに使ったイタリアンをどうぞ召し上がれ。 ご希望の方は、メールでお送りください。懸命にヒルラジリスナープレゼントと明記して、本文には、あなたのお名前、連絡先を必ず明記してください。また、番組へのご意見・ご感想もお寄せください。お待ちしております。ご応募の、えー、メールアドレスは、ヒルラジ中にアットマーク、Gmail。 コム、ひるらじ12、アットマーク、gmail.com です。締め切りは今週いっぱいとなっております。たくさんのご応募お待ちしております。当選者は来週のこの時間、ひるらじで発表いたしますので、楽しみにしていてください。えー、ちなみに、沖、え、縄、ー、マリオットリゾートスパー、ビュッフェレストラン、オールスタービュッフェ、先週の当選者は、スヌーピースさん、そしてティナさんに当たりました。おめでとうございます。 さて、この番組ではですね、ユーストリームやツイキャスで見ることもできます FM。FM コザのホームページからも、それから FM ギノワンのホームページからも見ることができますのでね、ぜひ覗いてみてください。では今日のメニューです。健康と美をテーマにお届けしますコーナー、チュラトーク。週替わりでお肌のこと、アロマのこと、食のこと、運動のことについてご紹介します。第2週目の今日はアロマについてのご紹介です。 そして、週末イベント情報、週末何するどこ行く県内のイベント情報をお届けいたします。今日はですね、今度の日曜日に行われます、羽衣ま祭りについてご紹介ということで、事務局の方とお電話をおつなぎしてご紹介しますね。ユンタクタイムの後は、今週のくがに言バ、私が思ったことをことわざや四字熟語で表します。ミスのチュラトーク、この後12時56分までお付き合いください。 この番組は、目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニュースさんは、他各社の協力でお送りします。 さあもう連日オリンピックメダルラッシュということでですね。えー、この曲もですね、えっ、ー、と、日本テレビ系のオリンピック応援ソングに採用されておりました。この曲を今日はオープニングでお届けいたします。荒らして、ヒーロー チュラトーク健康とびをテーマにお届けしますチュラトーク第2週目はアロマテラピーについてのご紹介です、えー、今日はですね精油で睡眠導入のお話ということですあのまあ 夏バテでとか暑すぎてとか、えー、ストレスでとか疲れでとかオリンピック観戦でとかいろいろあるかと思いますけれどもね、えー、それでねあのちょっとバランスが崩れてなかなかいざ眠ろうとなる眠ろうとするとなかなか睡眠に入っていけないっていう方もしかしたら多くなってるかもしれないのでねアロマから、えー、その睡眠道具についていろいろと紹介していきたいと思います。まあこの アロマなんですけれども、100%植物や果汁から抽出したエッセンシャルオイル、精油と言うんですけれども、まあ、エッセンシャルオイルとも言いますが、それを使ってリラックスやリフレッシュをしながら、心と体のバランスをとる自然療法の一つです。方向療法、方向浴、 法やそれから木浴法吸入法トリートメント法湿布法を使ってこのアロマテラピーを楽しむんですけれども精油エッセンシャルオイルは植物の花葉それから花皮樹皮根っこ、えー、種樹脂などから抽出した天然の素材です。えー、凝縮しているので、ね、非常に、えーまあ 直接お肌に使うことはできないんですけれども、まあ、この精油各植物によって独特の香りと機能を持っているんですよねこれら使用するにあたってまずあの3歳未満の乳幼児には直接貼ったりとか、えー、はできません塗ったりとかはできません。あの方向浴 かすかに香る、香りでしか使えません。あと、あの、ご解任されている方やお年寄りの方、持病を抱えている方が使えない精油もありますのでね、そこは気をつけていただきたいと思います。この、えっ、ー、と、精油なんですけれども、作用としては、鎮静作用とか、鎮痛作用とか、えー、それから消化、食欲増進の作用とか、ホルモン調整作用。 それから免疫復活作用殺菌作用や、えー、それから抗菌抗ウイルス作用殺虫虫除け作用などなもう本当にたくさんの作用があるんですけれどもこれらをね皆さんの生活の中にぜひね役立てていただきたいなと思っているんですが、まあ、今日は「眠れない」ということで、まあ、睡眠導入という意味でですねいろいろとお話をしていくんですが眠れない原因 先ほども紹介しましたけれども、まあ、ストレスとかそれから睡眠不足、えーえー、とストレスやねオリンピック観戦とか夜更かししすぎてとかそれでねリズムが崩れてしまってということがあります。で、えー、それ以外にもですねやっぱりあの二度寝をしてしまうとか。 不規則な食生活などを繰り返してさらにストレスを溜めてしまうと自律神経って簡単にバランスが崩れるのでねあの夜になってもリラックスをもたらす副交感神経がうまく働かずにです、ね、神経が緊張したままになるから眠れなくなるというのがあるんだそうですなのでその気分をリラックスさせる声優といえばラベンダーサンダルウッド あと,、えーとね、意外かもしれませんがペパーミントなどそれを、ね、利用して神経の緊張を研ぎほぐしていった方がいいということなんですね,ね、えーと。またこの疲れによって実は体がこわばって緊張しているというのもあるんだそうですあの筋肉が。 硬直してしまっているこわばってしまっているというのもあるんだそうです、まあ、そういう時にはねあの寝る前にストレッチをして体をほぐすのもいいんだそうですで、まあ、そんな中で香りを取り入れていただきたいんですがそのポイントほんのり香る程度 ほんのり香る程度にすることが大切です。あまりに香りが強いと、香りを意識しすぎて頭が逆に働いてしまうというのがありますので、ね、そこは気をつけていただきたいと思います。また、これまたポイントですけど、うわ、眠れない、眠れない、明日は6時に起きなきゃいけないのに眠れない、眠れないってなってしまうと、余計に眠れなくなるので、おおらかな気持ち。 ゆったりする気持ちを忘れずに、そういう気持ちでね、ぜひ過ごしていただきたいと思います。まあ、そもそも睡眠で大切なのは、睡眠時間も大切なんですが、やはりポイントは睡眠の質です。できるだけ起床時間を一定にして、二度寝はせず、日中、昼間は活発に活動的に動いていくと。そうするとですね、質の良い睡眠が取れるはずです。 これらの手助けとして、先ほどご紹介した精油、ラベンダーやサンダルウッドにペパーミント、おすすめです。手っ取り早い方法としては、取り入れる手っ取り早い方法としては、ティッシュに、この今ご紹介したラベンダーやサンダルウッドにペパーミントなど、これらを一滴垂らして、枕の下に入れるだけ、枕カバーの下とかにね、入れるだけでいいです。で、ほんのりと香りが漂って、 で、眠りへと誘っていくということです。もう一つ方法としては、えっ、ー、と、ホットタオルを使った方法があります。ホットタオルを使う方法があります。オンシップ法のことなんですけれども、洗面器にお湯を入れて、サンダルウッドか、ラベンダーか、ペパーミントか、ネロリか、いずれかを三滴から五滴垂らして、ハンドタオルか。 ティーサーサジわかんないです、ね、手ぬぐいとかを、えー、浸して、ね、入れて染み込ませてそれを絞ってで首の後ろや肩にそのタオルを当てるというものそうすると、ね、首周り肩周りの血行が良くなることとで、ねえー、もう慢性的なコリをほぐすということ血行も良くなるので、ね、コリをほぐすということとあと香りによってね、えー 精神的なバランスを保たせる <coughs> というのもありますのでね、えー、そういうのもぜひ、このオンシップ法、ぜひ試していただきたいと思います。暑さなんですけれども、お湯の暑さは、ご自身が気持ちいいなぁ、はぁ、気持ちいいなぁと思う、えー、お湯加減ですね。暑すぎもよくありません。暑すぎもよくありません。 ぬるすぎてもよくないんですけど、ああ、気持ちいいなあという暑さでね、ね、えー、そのオンシップを作っていただきたいと思います。ぜひね、おすすめ、睡眠導入の手助けをしてくれる香りは、ラベンダーか、サンダルウッドか、ペパーミントか、ネロリぜひね、この4つを覚えていただきて、え、<laughs> <laughs> FM ギノワンでご覧になっている AKB ファンさん、 いつも寝るの2時だけど起きるのは4時起き2時間じゃあしっかりと睡眠の質を良くしてるってことですかねこの時間眠くない大丈夫すごいねなんか眠たいのになかなか寝れないとかっていう場合あと質の良さも含めてラベンダーかサンダルとかペパーミントか寝ろりぜひ使ってみてくださいね AKB ファンさんぜひ <laughs> 睡眠時間2時間 ぼーっとしない大丈夫すご,すごいね若いからなんでしょうねきっと若いんでしょ AKB ファンさん私はもうその時間無理だよ <laughs> 無理無理無理2時間えー、っとねその日はナチュラルハイテンションで過ごせるけど終わったその日の夜は落ちます <laughs> 落ちる。 完璧に落ちる。で、体力戻すのに5日間ぐらいかかるのであまり夜更かしは最近しないように気をつけています。若いこだねはい、<laughs> ということで、えー、健康と美をテーマにお届けします「チュラトーク」第2週目はアロマのことアロマテラピーと繊維についてご紹介しました。 それではこここで一曲お届けいたしますこれは、えー、と東京オリンピックでジャマイカチームが、えー、とこのえっ、ー、これ何て言うんだっけ名前が出てこなくなったえっ、ー、とえっ、ー、とねちょっと待ってね、えー、とボブスレーボブスレーだったらオリンピックに出られるんじゃないかっていうことで一生懸命、えー、とジャマイカチームが頑張って 東京オリンピックボブスレーで出場したという実話をもとにした映画、クールランニングのサントラからお届けいたします。ジミー・クリフ、I can see clearly now. 週末イベント情報、今どこ行く何する 週末イベント情報をご紹介する、週末何する、どこ行くのお時間でございます。さて今日はですね、今度の日曜日に儀の湾市で開催されます、羽衣祭りについて、羽衣祭り実行委員会事務局の高橋さんにお電話をつなぎしてお話を伺います。早速呼んでみましょう。高橋さん、こんにちは。高橋さん、こんにちは。 はい、今聞こえます。すいません。よろしくお願いします。ますさて、高椰さん、えー、羽衣祭り、確か先週の土日が予定でしたよね。は,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 はい。すごかったですよね。まあ、はい。 日曜日だけ順延になったわけでやっぱりねあの羽,衣羽衣祭り私小さい頃まだあの宜野湾市役所の真の向かいの大きな広場でやってた頃はよく行ってたんですよ。で <laughs> <laughs> ですね、ばれますね。でえー、えはい。あそうなんですか。ええー、はい そうですねで、えー、ともう38回目を迎えるわけですよね羽衣まつりは,は39あ。39回。で、あの確かその宜野湾海浜公園に移ってからカチャーシー大会もスタートしましたよね。ーーーーねあもうもう歴史ある大会になりましたね。ーーうん もうね、カチャーシー、何度か見たことあるんですけど、あれ、なんか見てる方もちむわさわさしてきますね。<laughs> はいはいうん、喜びをねみんなの喜びを分かち合おうというその空気をねみんなでかき混ぜて味わおうというあの沖縄ソウルダンスですもんね。<laughs> ねうん、<laughs> もうねだからあのよくテレビでも中継を見たりもするんですけどちっちゃい子からもうベテランまでというかあのちっちゃい子も上手ですしねえええええ。 うん、ですよね,あのね、かちゃ足、ご年配の方があの普段は杖をついて歩いているのにかちゃ足の音が鳴った途端に16ビートでもかちゃ足を触らない踊るじゃないですか。あれはすごいなと思いますね。 うんやっぱりもう羽衣祭りでカチャーシー大会があるんだっていうねやっぱりイメージがもう定着しているのでね今年はまたどんなカチャーシーが見られるのか創作が見られるのかとても楽しみですねうんさあそのほかにも羽衣祭りでの見どころというのは日曜日いかがなものでしょうかはい。 水鉄砲選手権はい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 ありますねティッシュでこうやってるやつうん <laughs> これ面白そう はい。おっ、えっ、ー、はい。え <laughs> 賞金もかかっ、てますから、そりゃ相当な。っ <laughs>、ね、えっ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 、 <laughs> 本当ですか、もう本当にね、今、聞いてるだけで、ちょっと興奮してきますね、この水鉄砲選手権は。これも当日受付ですかええ、あらあ、キャンセル待ち、これ、あのもうじゃあ、もう今年はちょっと無理だとしても、来年。 よし参加するぞという方、だいたいいつぐらい前からもうあの募集かかってるんですか。うん、はい。うん。はい。はい。 なるほどじゃあもうすでにもうあのあれですねもう待機して楽しみにしている人たちが大勢いらっしゃるということですかじゃあもう早めにこのチームを作っておいてそろそろ来るぞっていう頃に <laughs> なるほどはいねうんこれいいですね 水鉄砲選手権ですね。しかも賞金がかかってますから、優勝したらもう、祝杯あげられますね。うん。ほんとそうですよ。小遣いがもらえるぐらいですもう祝杯あげても。<laughs> 面白い大会がスタートしてますね。羽衣祭り、もう、満載ですね、いろいろと。うん。 はーりー、はい。花火。花火は8時50分。はい。はい、おでっかいじゃないですか。うん。はい。ええええ。 どれぐらい必要なんですね。うん。<music> はい。ええ <music>、うん、ええ。はい。うん。ええ。 なるほど見どころですね、沖縄の花火って、ね、意外と近すぎてたまにあの火薬というか落ちてきたりとかしてあちょっと危なかったかなっていうのがありますもんね。うんうんうん、なるほど でもそれでっかい花火がこの夏をね、思いっきりまた盛り上げてくれる花火が8時50分に打ち上げられると。一尺玉。うわあ、これじゃあちょっとあの、高台に行けば、その大きな花火はどこからでも見えますね。ね。ええー。はい。ええー。 はい、ええ、うん、はあ、きれい、あ、はあ、はい、うん、なぎ状態であってほしい。はい、わあということは、本当にあのその時間帯に合わせて、まあ、ファミリーももちろんですけど、カップルの皆さんも、 ね、ぜひ、その、海面が見える場所とか、そういうところでぜひ、見ていただくと、楽しめますね。うん。はい。えー、この、羽衣祭りなんですけれども、第39回羽衣祭り、日曜日に、えっ、ー、と、また、開催されると。<laughs> はい。ギナワ市の海浜公園で、時間は何時から何時までですか はいあなるほど、12時から、はいもうあのお盆前ではありますけれどもね、目いっぱい夏を楽しんでいただきたいですね。はいで、うん、うん、そうですね、いいですね、ああ、そうですね、ウアフワブジ、ちょっとはや早めに降りてきてもらって、はいはいはいあ、いいと思います。で、あと駐車場とかはどうでしょうか。 うん。はい,はい。えー、う,いう、ね、ん,んうん。はい。ーーはい。はい はははいはい、はいありますね、うんはい、そうですね、大人の皆さんはアルコールもねあの公共交通機関を利用すれば気兼ねなくアルコールも楽しめますしね。 はい。うん。ぜひね、えー、今度の日曜日に行われます、羽衣ま祭り。まあ、先週の予定だったんですけれども、日曜日だけ順延で今度の日曜日開催されますので、ぜひね、夏を楽しんでいただきたいと思います。はい。ということで、えー、はま祭り実行委員会事務局の高安さんにお話を伺いました。高安さん、今日はどうもありがとうございました。それでは、ここで一曲お届けいたします。ラコルドで。 等身同位。 ミスのちらトークお届けしておりますさあこの時間は皆さんとのユンタクタイムお届けしていきましょうか えっとですねツイキャスあまずはメールの方からご紹介しましょうかねラジオネームえー、っとまみ太郎さんからいただきましてありがとうございます祝日のラジオお疲れ様ですアロマ特集ということで、えー、私は7月6月から7月にかけて睡眠障害みたいになり夏バテになりました友人からアロマを教えていただきラベンダーとペパーミントを使って薄めて寝る前にシュッとして爽やかな 香りに包まれて眠れるようになりました。おお、えー、アロマのパワーはすごいです。肩こりや頭痛にはポイントで一滴つけています。あ、そう、こめかみとかにつけるといいですよね。うん、えー、聞きますということでいただきました。ありがとうございます。あ、アロマのね効果を感じていらっしゃる方々もいて、それそのメールをいただいて嬉しいです。ありがとうございます。そうなんですよね。こめかみにつけたりだとかあと えっと、首の後ろだったりとか、えっとね、あの脳天とかもすごくいいですよ。特にペパーミントとか、あとユーカリとかもね、やったりするとね、呼吸もすごく楽になりますし、いいですよね。ぜひ試していただきたいなと思います。ラジオネームまみ太郎さん、ありがとうございます。さあ、そして、えっと、エフエ座でご覧になっていらっしゃる方々、ツイキャスで。 見てくださってる方、ありがとうございます。こちらは、ラジオネーム・リスちゃんさん、ありがとう。ちらしゃビリビリ、ビリビリ、どういう意味ですか？<laughs> どういう意味ですか？よくわからないぞ。ラジオネーム・リスちゃんさん。そして、FM 技能版でおき。き えー、お聞きの方もいらっしゃいますね FMG のンでのツーイーキャスの画面は分かんないからこっちで見る、えー、とラジオネーム AKB ファンさんミスミクミスミクこっちーす今日も元気かいといただきました元気ですよありがとうございますミスミクでもね今日はね本当に久々に、えー、ワンマンスタイルでお届けしておりますちょっとオープニングドタバタしましたけど <laughs> 今のところ大丈夫じゃない ね。ありがとうございます、えー。ラジオネーム、リューブさん。リューブさんからいただきまして、ありがとうございます。はじめまして、よろしくお願いします。リューブさん、リューブさん。ね。どちらでお気になってるんでしょうか、リューブさん。ね。AKB ファーさん。えー、っと、いつも寝るのは2時だけど、起きるのは4時起き。と。あの、深夜、パソコンで遊んでるんですね。なるほど。4時起きは、嫁を職場まで迎えに行ってから仕事です、たと。 奥様を職場まで迎えに行ってと。なんかあれですかあの、看護師とかって、その時間帯、あの、深夜勤とかいろいろありますもんね。<laughs> へケビンファンさん偉い。す、嫁さん思いや。偉い偉い。でも、えー、あれミスミキサーしてないで。<laughs> え、えっと、やらなきゃいけないんです。<laughs> ユーストリーム見ても分からんなとえどういう意味だろうユーストリームいいやいやユーーストリム見ても分かろうよえどういう意味だろうユーストリーム映ってないってことツイキャスしか見てないってことえー、っとですね、えー、っと FM 技能湾でも FM コザでもあのツイキャスやユーストリームで見ることができるようになっておりますのでねはい。 どういう意味だろうユーストリーム見てもわからんなとあミキサーしている姿がわかんないってことああなるほどねどうやったらわかるかな <laughs> えっと来週このドタバタ感見せない感じでスムーズにいってる感じを見せていきたいと思います来週お楽しみに <laughs> 来週お楽しみにと。 いうことでございますということでね皆さんからいただいたメッセージありがとうございましたこの時間はユンタクタイムでございましたおこれは今週のクガニクテバやってみたいと思います <laughs> 私が思ったことをことわざや四字熟語で表すコーナー今週のーー「九眼肉」とば今日はですねこととからもももも積積もれれば山となる塵も積もれば山山ななるるごく小さく取るに足らないことでも積み重なれば山より大きくなる大きなものになることが多いことから小さなことでもおろそかにしてはいけないということちりも積もれば山となる。 あの私の性格上すぐに結果が出ないと苛立ちが募るのですがそんな中でもライフワークとして2つのあるボランティアを10年以上続けていることがありますできる範囲の中で、ね、力を出して、えー、それが周囲の人の手助けになったり喜びに変わったりすることで私の喜びも大きくなるものだなと毎年感じているんですがそんな中、今年は1つのボランティア活動の役員からポケットマネーをいただいたんですよ。 もういただいた以上に私のできることをもう思いっきり還元しね、しなくてはと気持ちもね、大きくなりました。まあ、日頃のね、言動、まあ、言葉とか行動とかって、周りの人にどう見られているか、ね、あの、私ね、喜怒哀楽ははっきり出す方なので、第一印象とだいぶ違いが出て、皆さんが戸惑っているようでございます。<laughs> そういう風景もよく見ますけど、でもね、あのね、 これなんでかっていうとポーカーフェイスされると何を持っているのかこっち側が不信感を持つんですよ。なので私はちゃんと今怒ってます今悲しんでます今喜んでますっていう感情を出すようにしているんですね。まあそれでもねあのやっぱり人ってそれによってあの好き嫌いがはっきりしてくると思うんですけどでも やっぱりコツコツ一つ一つ目の前にあることをしっかり取り組んでさらに努力することによって周りが認めてくれるということをですねあの改めて感じる出来事が、えー、ここのところ結構多かったんですよ。なので、あのー、やっぱり、まあ、当たり前なことでもねあの小さなことを積み重ねる努力を積み重ねる大切さを改めて感じました。 まあいいかなってあの出してたとしてもあの周りがしっかりと見てくれて努力を一つ一つ認めてくれたらいいのかなって実際に小さなことでも積み重ねて努力を積み重ねていけばいいのかなとそういった大切さをね改めて思いました今週のがと塵も積もれば山となるでした。 さあ、オープニング曲が流れ、あ、オープニングじゃない、エンディング曲が流れてきました。おすすめアルバムをマンスリーでエンディングにご紹介しておりますが、今月は1996年6月26日、えー、6月26日に発売されました、パンシャクラブの7ファの中より五国宝城をお届けしております。この曲ね、本当に、あのー、 エーサー創作エイサーとかされている団体とかはよく使う曲ですよね「パーシャクラブ」あのまあ。今週末来週か沖縄は月火水と沖縄はお盆にあたりますのでねなんかこうにぎやかな曲よく「エイサー」とかで創作エイサーとかで使われているような曲をね、えー、お届けしようということで「パーシャクラブ」を今月は特集でお届けします。 えー、今お届けしている曲は「五穀豊穣」でございますこれスピーカーこうやればツイキャスの人たちも聞こえるのかなあ重複しちゃうそっかじゃあ分かんないねかけてもなるほどなるほど残念ツイキャスやユーストで聴いてる方々はちょっと 聞き取れれないかもしまません、ね、すいませんんねすパーシャクラブの「ナナファ」というアルバムの中に「パーシャ,、えー、とパーシャクラブ」の「ナナファ」というアルバムの中に「五穀豊穣」という曲が入っておりますのでぜひチェックしていただきたいと思いますさあもう連日ね本当にあのオリンピック観戦でねもう応援で寝不足気味がと思いますけれども体調崩さないように皆さん気をつけてくださいあとはお盆ですのでねあああののの怪我のないようにあのまあ 帰省される方もいらっしゃると思いますご先祖様をお迎えしてねいいお盆を迎えていただきたいと思いますこの時間お付き合いいただき皆さんありがとうございましたミスのチラトークこの番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージうるまし結婚式場ニューさんは他各社の協力でお送りしました提供クレジットね早めに言っとこうと思いまして 今日久々にワンマンスタイルでお届けするので、私、FM コザでワンマンスタイルでお届けするのは今回初なんですよ。なのでね、どういう感じになるのか分かんないので、エンディングバタバタしないように、えー、提供クレジットを今でお届けいたしましたけれども、えー、今後はこういう感じでお届けしていくのでね、その都度その都度メッセージ、あのツイキャスとか追いつけるかな、分かんないけど。 ああでも FM 小山の方からのツイキャスラジオネーム銀次郎さんからクエスチョンマークいただきましたいやいやいやメッセージを送って銀次郎さん <laughs> 銀次郎さんメッセージを送ってねちょっと残念えっ、ー、と他にメッセージ来てるかな大丈夫かなチェックはこれじゃなかったこれじゃなかったこれ大丈夫です。<laughs> <laughs> ということでね良、えー、い週末をお送りください。